皆さんこんにちは、ブリブリです。ブラジオに関するたくさんのコメントありがとうございます。運指やコツに関する質問もあったので、今日はフラジオについて自分なりですが解説していきます。 BGM は、適当に僕の練習を流しておきます。まず前情報としてアルトとの違いですが、個人的にアルトとはかなりフラジオのツボ感が違う気がします。息の抵抗感もそうですし、何より運指、指使いが全然違います。バリトンはなぜかアルトと同じ指使いで吹くと半音ぐらい音が低くなってしまいますので、その分たくさんキーを押したり押さなかったり、半音高い指で演奏したりすることになります。そろそろ指紹介しろって心の声が聞こえたので、早速どうぞ。はい、それでは紹介していきます。まずはフラジオのソです。ソは貝殻のついてるキーを上から1番、2番、3番、4番って数えたりするんですけど、その1番、左手の人差し指と右手側に3つキーが並んでると思うんですけど、その一番下、TA キーって呼んだりもします。TA キーと高いファシャープのキー、ハイフィスキーとオクターブキーで鳴らします。フラジオのソはバリトンの高い音の息のまま比較的吹けると思うので、チャレンジしやすいと思います。皆さんチャレンジしてみてください。音程に関してですが、バリトンはすごく気温に左右されやすい楽器。皆さんは多分下のソで、下のベーでチューニングすると思うんですけど、そのチューニングのまま高い音を吹くと多分高いと思うんですよね、音程が。なので僕よりも高くなったり、まあもしくは低くなったりすると思うので、音程はちょっと特に注意してみてください。僕の場合は5セントぐらいちょっと高かったです。続いてはフラジオのソシャープです。ソシャープは僕は2つ指使いを使っています。まず丸1、1番、2番、3番、左手の人差し指、中指、薬指と右手の人差し指4番と右手の3つ並んでるキーの真ん中、 TC キーって呼んだりもします。 TC キーとさっきも使った TA キー、これでソシャープが鳴ります。丸1の特徴としてはすごく音が出しやすいです。その代わり少し音程が低く聞こえてしまうので、丸1の指で出すときは少し音程を上げようと思って吹くといいと思います。丸2の指は丸1から2番中指を取った指になります。丸2の特徴としては少し出しづらいんですけど、音程の心配がないのが丸2の特徴です。音程としては丸1の指がチューナーの真ん中ぐらい、丸2の指がプラス5セントぐらいでした。次はフラジオのラです。ラは2番と3番、左手の中指、薬指とソシャープのキー、 G シャープキーでなります。フラジオのラからは少しツボが変わってくるので、チャレンジするときは注意してみてください。音程はプラス5セントぐらいでした。次はフラジオのラシャープ、シフラットの指です。ここから少しずつ難しくなっていきますよ。運指は2番と3番、さっきのラの指に高いレの指、C1 って呼んだりもします。C1 を追加した指になります。もう少し音抜けが欲しいなっていう時は、さっき言った TC キーとか TA キーを追加すると音程が上がったり、音抜けが良くなったりすると思います。試してみてください。音程はプラス8セントぐらいでした。次はフラジオのシです。フラジオのシはさっきのシフラットの指、2番と3番とオクターブキーと C1、それに高いレシャープのキー C2 を足した指になります。音程はプラス10セントぐらいでした。
はい、次はフラジオのどの指です。どの指はさっきのシの指に右手側に3つ並んでるキーの一番上、高いミのキー C3 って呼んだりします。この運指は少し音程が高すぎるので、もし音程をちょっと低くしたいって方は画像の右側 C1 を外した指で演奏すると音程が良くなると思います。左側の運指だとプラス13セントちょっと高いですね。右側の運指だとプラス5セントでした。次はドシャープです。ドシャープの指は多分他にも買い指がたくさんあります。でも僕はこの2種類を使ってます。丸1の指はフロントキー使ったことありますか。人差し指1番の1個上にあるキーです。それと4番右手人差し指と TA キーとオクターブです。丸2の指はさっきのフロントキーと2番と3番左手の中指薬指、それと TA キーと TF、 こっちも使ったことがありますか。ファシャープのトリルをするキーなのですが、画像をよく見てみると多分押し方がわかると思います。右手の人差し指と右手の小指で自分は押しています。丸1の指は少しツボが難しいのですが、コツンと当たる感じがあって僕は気持ちよくて使ってます。丸2の指はすごく音が出しやすいです。出しやすいのですが、やっぱり指が難しいので注意してください。ここからなんですけど、ドシャープ以降またちょっとツボ感が変わってくるので注意してください。音程はどちらもプラス8セントぐらいでした。はい、ここからまた難しくなっていきます。フロントキーと TC キー、右手側に3つ並んでるキーの真ん中、オクターブキーだけでこの指が鳴ります。あとは高い音の指で音をひっくり返して出すっていう方法もあるんですけど、自分はこっちの方が音が太くなる感じがするので僕はこっちの指を使ってます。音程はプラス8セントぐらいでした。はい、僕は正直この辺りから出すのがちょっと難しいと感じてます。レシャープの指です。レシャープの指は2番と5番、左手中指と右手の中指とオクターブキーで出してます。多分この他にもいい指があるので、知ってる方いたら教えてください。音程はプラス6セントぐらいです。フラジオの実は2番と5番、左手の中指と右手の中指とオクターブキーと C1 になります。この指で音程が少し低いなと思った方は、右手小指上下あると思うんですけど、その上側2フラットのキーを追加すると音程がいい感じになります。試してみてください。僕はこのままの指でちょうどチューナーの真ん中ぐらい2フラットのキーを押してプラス5セントぐらいでした。続いてはフラジオのファの指です。フラジオのファはさっきの指に C2 を足した指になります。音程はプラス6セントです。さて、もうこれはバリトンの音なのか疑ってしまうぐらいの音になってますけど、フラジオのファシャープはさっきの指に C3、 右手側に3つ並んでるキーの一番上を押した指になります。音程はプラス5セントぐらいです。皆様お疲れ様でした。今日教える指はこれで最後になります。フラジオの1個への高い層の指は2番と5番と C3 とオクターブキーです。さっきのファシャープの指から C1 と C2 を外すとこの指になるので、連結の時は参考にしてください。音程はプラス5セントでした。はい、最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。バリトンサックスといえばやはり低音のイメージがありますが、実は高音域も素敵な音が鳴ります。
全音域、苦手な音域があんまりないのがバリトンサックスのいいところだと思います。低音ブリブリなバリトンももちろんいいですし、チェロみたいな高音プレイヤーがいても僕はいいと思います。最後にブリブリ激推しのプレイヤーを3名ご紹介します。はい、こちらですね。まず1人目は YouTube のあの神チャルダッシュで有名なトルベールカルテットの田中康人さん。2人目はバリトンサックスの大革命児本堂誠さん。僕のフラジオのインスピレーションはこの方から受けています。3人目は神と契約されています。めちゃくちゃいい音です。外国の方でデファイエカルテットのジャン・ルデューさん。このお三方を僕は激推ししております。よかったら聞いてみてください。改めまして、最後まで動画をご視聴くださり本当にありがとうございました。良きバリトンライフをお送りください。じゃあねー。